アセンズ軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は64,757人であり、2000年の62,223人から4.1%増加した。軍庁所在地はアセンズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アセンズ軍はその全体でアセンズ小都市圏を構成している。 1805年にワシントン軍から分離して設立され、軍名は1804年にオハイオ州最初の州立大学であるオハイオ大学が軍内に設立されたことから古代の学術の中心だったギリシャのアテネから取られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は508.44平方マイルであり、このうち陸地503.60平方マイル。 水域は4.84平方マイルで、水域率は0.95%である。アセンズ群は、アレゲニー産地の氷河作用を受けていない地域にある。急な勾配の岩が多い丘陵があり、標高差は150フィートから400フィートとなる。水流によって深くえぐられており、その多くは、ティーズ川流域の名残である。内の大半は、ホッキング川流域にあり、 小部分が、シェード川とラクーンクリークの流域に入っている。ホッキング川は、軍内のミヘニュー村であるホッキングポートで、オハイオ川と合流している。アセンズ市アップタウンのメインストリート、コートドリ軍内最大の雇用主は、オハイオ大学である。その他の雇用主としては、アパラチアン行動医療管理、ホッキングカレッジ、ダイグノスティックハイブリッド、オーブルネス記念病院、ロッキーブランド、 ウェイン国立の森があり、また増加しつつある小売店やレストランがある。地方政府、教育学区、非営利団体も多くの住人を雇用している。かつて最初に生じた大規模産業は声援だった。石炭工業と木材伐採業も大きな役割を果たし、さらに精神疾患の医療と看護も経済に貢献した。石炭工業はその最盛期から急激に衰退した。 トリンブル軍区グロスターの北にあるバッキンガム石炭が唯一残っている炭鉱である。軍内のいくつかの石切り場では砂利や石灰岩も採掘されている。生産中の石油や天然ガスの井戸は少ない。林業は民間でも公共部門でも軍経済に貢献し続けている。ウェイン国立の森の本部はアセンズとネルソンビルの間にある。農業と 市場向け野菜栽培は繁盛している。大型農場は牛肉と落製品の生産に特化している。屋外市場であるアセンズ農業市場は人気を高め続けている。夏季には地元で採れた有機栽培作物が豊富に見られる。観光業も軍経済では大きく成長を続けている要素である。地域では音楽の中心であり多くの芸術と工作の事業がある。 多くの観光客は自然資源と豊富な野生生物に惹かれてくる。飼料と釣りが人気のあるアウトドア活動である。アセンズやネルソンビルとその間には舗装された自転車道が19マイル以上ある。特に州立公園や国有林の中ではハイキングやマウンテンバイクが人気がある。高等教育も軍経済の基盤であり続けている。 軍住人の4分の1以上がホッキングカレッジ、あるいはオハイオ大学に通うかあるいは働いている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アセンズ軍図アセンズ軍は下記14の軍区に分割されている。ネルソンビル市にはホッキングカレッジが、アセンズ市にはオハイオ大学がある。軍内には下記5つの教育学区がある。軍内には アセンズ郡公共図書館があり、オルバニー、アセンズ、ショーンシー、クールビル、グロスター、ネルソンビル、ザ・プレームズにはその支所がある。ありがとうございます。